川野辺氏、川野辺氏は、日本の氏族、川野辺氏は、関東の豪族で、日立国中軍から、九時軍にかけて、勢力を持った武家である。本生は、藤原氏で家系は藤原北家の川辺左大臣、藤原魚野の流れを組み、平の真っ盛を征伐した、真珠不将軍、藤原秀里の末裔にあたる中氏の一門。日立守護大として、 水戸一帯に勢力を張った江戸市安岳氏宿郎を排出した河合氏、さらに平沢氏、戸村氏など若は延氏の同族である。家門は十六菊人一のあざ、丸に三つどもえ、丸に県辺区へ、丸に日の丸線。川延氏は日立国北部を中心に勢力を有した。その祖先を尋ねれば、省略二年、九百九十一年、藤原秀里の子孫。 藤原通直がに、藤原通延、大田号児等と共に、日立国にり、漢字四年頃、通直が初めてこの地、川延郷に、野口城を築城し、川辺大部を名乗ったという。川、延氏が成立するのは、通直から四代、中道康の次男、中本明が川延を称したことに始まる。午前三村郷土氏によれば、この野口城はその昔、 川延べ里に作られたことから、川延べ城ともいい、東西百五十軒、南北五十軒ほどの規模を有した。西北に空堀が巡らされ、一の堀、二の堀を構え、東に馬場があり、南に三百二十七メートル、四方を平垣で囲い一卒で敵の来襲に備えたという。築城は、通直で、着南中通氏が、川延べ大部を名乗り城を継承した。 その着男は道重は中彦次郎、または川、延彦次郎とも名乗り、中と川延の名字を併用していたとみられる。その子中通り県に双子あり、着男道康が中城に移り、中世を継承、次男の元明が川延氏となり、川、延城及び出丸を監守した。武2年、1335年に足利高氏が五代天と対立し、 南北朝時代に突入すると、河野辺市二郎親子は、南朝方として兵を起こし、北朝方の日立守護、佐竹貞吉を上野原で打ち破った。その後、北畑明家に従って、京都に上り、その地で足利高氏と戦った。これらの功績により、五代醐天皇より、菊の御門を配慮したが、菊門をそのまま使用することははばかれることから、十六。 菊に一の字に改めて家の名誉としたとされる。県武三年、1336年1月、南北朝の戦いで、南朝の総大将、楠木正き楠木正重の甥、いが、南朝の省園があった、日立国に入部し、売り面城を拠点としたため、南朝方に同心する、中、川の市一門もこの地で、楠木等と共に一年間、 北朝方の佐竹氏及び周辺諸勢力と激しく戦った。しかし、楠木正さに従い戦った総領の中道時と川延べしは、延元元年1336年、独松峰における戦いで北朝方に敗れ、北朝方の木村次郎大部、吉政の手勢により追い詰められていき、中市、川、延べ氏平沢氏、戸村氏など、 一族のほとんどは自陣して、滅亡の憂い駅目に遭うものの、中通達の子である中道康と川延光景が九時川を遡り山形町の秘境、高井人氏日地伸びを保つことができた。宗家の中道康は、その後、佐竹氏の軍門に下り、足利方に属して岩見国の戦いにて軍港を挙げる一方、川延氏はそのまま南朝方として戦った。 死賃の子次郎は、九州の菊池武直に属して、甲を立てる者の,の、吉野にて討ち死にしたという。次郎の子通報も南朝方として、北地国にあったが、その子、道広の代に至って、北朝方の佐竹吉弥振り、佐竹家臣となったとされる。その四世位、高吉の代に、九時軍西金に住んだとされる。なお、別府によれば、川、延氏には仮想。 中道主家の四世、河辺西門の城を道ともとする家系があるとされる。道友の子は川のべしもつ主者を遁とんといって、上級の乱にて、鎌倉幕府法として武功を挙げたため、執権、北条義時より鎌倉居住を許されたという。その四世、小四郎忠道は、県武三年、1336年に、南朝方に就いた中通達に従い、 くじがめの腹にて先行をあげて、恩賞を賜ったとされる。その後、忠道の子新米中京は、麻酔の一本松にて生涯するものの、家系は存続し、その子、新太郎常高の第二、佐竹氏に属したという。忠道の子は、大井助、龍通といい、龍通の女子は、江戸市家臣、三村源内に化したとされる。しかし、龍通には、男子がなく日立守護代。 小野崎三河守る道重の次男丹後主朝隆氏を、養子に迎えるとい。朝、隆の父方、小野崎氏若は川、延べ氏同様、藤原秀郷流で守護代を務める名家であり、朝、隆の母は、河井秀守忠次の女であり、その河井氏若は川、延べ氏同様、仲氏を本家とする同族であった。なお、朝、隆の没後、 その身は、日立太田の上皇寺に埋葬されたと言われ、その後は子、品野守長行が継いだ。品野守長行は佐竹宗家の義春、佐竹義春と、同族や参り主義と戦った際、宗家方について武功を挙げ、その子、シュメスケアサナオは、佐竹義奴に従い、武水城にて、佐竹宗家に反旗を翻した、ウルの義元目に加わった。朝、 なおの長男内気従業は、天正18年、1590年12月19日、佐竹義重に従い、川野辺の同族でもある守護大江戸田島森重通りを、せめて、手柄を立て、感情を賜ったものの、佐竹義信が、関ヶ原の戦いで西軍側についた攻めを問われ、出羽国秋田に天保となる太郎人し、九時軍聖金優に居住したとされる。の女子は、 佐竹氏一門、織田の山と森吉敦氏に嫁ぎ、重行の後は、長男の主勢信行が継いだ。重行の次男四郎座右衛門は同所に分家した。また、幕末期には、九時世紀村の理性側延太一右衛門の即尾が、天狗党の乱にて、坂木原新左衛門率いる天狗党に組みして戦ったとされ、幕府方に捕獲されたという。太一門のは、その後、 慶応2年、1866年7月1日、武蔵区に川越藩を経て、江戸築田島にて国死している。また、この時、大地獲門の,の同族である、久時軍金村の義民公の変義の助理郎寺義、四白地森吉も天狗党の与党として捕らえられ、江戸築田島にて国死。死後、三名は、靖国神社に合祀された。以下は、中軍西金、高井一氏の川、 延べし系図。出典は、中市系図及び、川延べし系図などによる。なお、以下は、九じ軍ん正の川、延べしの系譜である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。